プライド高いって言ったじゃん、うん、19歳って言ってたじゃん。みんな嘘ついてる可能性ある。これわかる、嘘ついてる可能性。アンケート取るときに、うんうん、私そんなビッチじゃないと思って、うん、あ、正直に言わへんねん。そうかもしれない。それが結果遅くなってしまったっていう、うん、あ、もうその過去の記憶を、だから私も初キス覚えてないみたいにもう塗り替えて、うん、16歳だったとしても19歳に変わってる可能性ある。へー、嘘ついてるかもしんないよ、もしかしたら。じゃあ嘘つきの件やんか。登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチー。